こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、スタバの秋の新作を買ってきました。で、今日買ってきたのがですね、ドリンクがまずスターバックスラテのオータムブレンド、秋のやつって感じですね。で、チョコレートマロンラテ、大学芋フラペチーノ、パンプキンスコーン、ハーブチキン石窯フィローネ、マロンインマロン、フランス産アップルのタルト、スイートポテトシフォンケーキ、パンプキンタルトです。はぁ、久しぶりにスタバのやつ呼びました。じゃあ食べたいと思います。いただきます。じゃあまずはこちらマロンラテです。おー、なんかね、チョコの砕いたやつみたいなのも入ってるのかな。美味しい。なんか思ってたより甘くない。もっと私甘いイメージだった、スタバのホットドリンク。なんか上品な栗の味がします。でまずはこの石窯フィローネを食べたいと思います。美味しそうです。あー、鶏肉が入ってるんだね。鶏肉がジューシーで美味しい。ペッパーの効いてます。のパンはハード食感だけどもちもちですね。メルちゃん、メルちゃん、メルちゃん、このカットかっこいいね。誰が切ったの？木下優香さんっていうカリスマ美容師が切ってくれたんです。それって私です。なんでこれなんかちょっと栗と変わった味がするのかなと思ったら、チョコレートの味だ。美味しいマロンラテ。私あったかいドリンク大好き。今日はなんだか女子っぽいですね。女の子っぽい量が並んでますね。はい、次はマロンインマロン食べたいです。こういう感じ、かわいい、かわいい女の子だ。うん、おいしい。中にはなんかちょっととろっとしたマロンのクリームが入ってます。じゃあ次はこちらです。パンプキンスコーンかな。かぼちゃの種がついてますね。かわいい。いや、スタビアン、スタビアメアニャン、スタは見た目はかわいいですよね。生地にかぼちゃが練り込まれとって、でほろほろの生地ですごく美味しいです。うん、うん、じゃあ次はね、ラテのオータムバージョンいきたいと思います。見た目は普通のラテですね。うん、何がオータムなんだろう。美味しいラテです。うん、次はこちらアップルのタルトです。めちゃくちゃ美味しそう。こういうでも甘いドリンクにはね、普通のラテがねちょうどいいよね。うん、薄切りのリンゴが甘くて美味しい。リンゴね、結構みずみずしいですね。タルトによく合っとる。うん、次はパンプキンタルトです。かぼちゃペーストが柔らかくって美味しい。で最後はスイートポテトシフォンです。スタバのシフォンケーキ私大好きなのね。ふわふわ、うん、美味しい。でもシフォンケーキはふわふわで、そこに乗ったこのスイートポテトのクリームめちゃくちゃ美味しい。
最後の一口です。うん、そして最後は大学芋フラペチーノです。層になってて美味しそうですね。うん、これはまさに大学芋だ。なんかでも大学芋をスイーツにしたって感じですね。さらに甘くなって美味しい。あー美味しい。でなんか中にね、細かい大学芋みたいなのが入ってますね。美味しい。完食です。ごちそうさまでした。じゃあスタバ秋の新作めっちゃ美味しかったです。今日はちょっとねスイーツデーということで、いつもより量がめちゃくちゃ少ない女の子らしい量だったと思うんですけど、幸せなおやつタイムでした。いやスタバはねこう季節によっていろんなものを出してくれるし、見た目もすごく可愛くって、もうやっぱりねだから女子が好きなんですよね。きっと私も大好きです。女子じゃないけど、もうでも最近はほんと寒くなってきましたね。今日とかめちゃくちゃ寒くって、私もしかしたら風邪ひいてるかもしれないです。寒い。皆さんも風邪などお気をつけください。急に寒くなってきてますからね。じゃとっても美味しいのでぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。皆さん年も寒くなってきてるし、怖いブリーズも蔓延してますので、うがい手洗いマスクソーシャルディスタンスをねしっかり対策して毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。